どうも、ゾウです。皆様いかがお過ごしでしょうか。本日もお仕事学校行ってらっしゃい、そしてお仕事学校お疲れ様でした、お帰りなさいということで、前回ですね、無事に出産しましたっていうご報告の動画、配信しましたが、聞いていただけましたでしょうか。いつもはですね、スタンド FM っていうラジオアプリでね、ラジオ配信をしているんですけど、ちょっとこれサブチャンネルでやったらもう少しね、みんなに聞いてもらえるんじゃないかなと思って、試しでね、今回本当はスタイフに投稿しようと思ってたものをサブチャンネルにも一応両方ちょっと上げてみようかなと思って試しにやっている次第でございます。で、10月の27にですね、無事に北海道の方からひいさんも赤ちゃんも帰ってきまして、絶賛3人でね、新しく、生活を始めているところでございます。いやー、待ちに待った3ヶ月ですね、里帰り出産で3ヶ月離れ、この日をねすごく待ちわびていたんですけども、いろいろとこう感動もねあるんですけど、なんだろう、とてつもない責任感というか、そういうのも芽生えてきて、一日一日がねずいぶん早く過ぎ去っていくなというふうに思います。はい、前回ですね、ツイッターで無事に帰ってきましたっていうので、写真をねアップしたんですけども、結構ねいいねもしていただいて、コメントもねたくさんいただけて、とてもね嬉しかったでございます。皆様本当にありがとうございます。ということで、今回ですね、そのツイッターに来たコメントを少しね、何個かチョイスして、読んで返答していきたいなと思います。はい、じゃあね、早速読んでいきましょう。もう本当にランダムでいきます。マロコさん、ありがとうございます。お帰りなさい。大きいですね。足大きいからもっと大きくなるかもですねってコメントいただきました。ありがとうございます。そうなんですよ、大きいのよ。で、生まれた時が52センチで生まれましたっていう風に、放送でも多分言ったのかな、言ったと思うんですけど、1ヶ月検診で 55.5 センチまで身長が伸びておりました。早いですね。もう 3.5 センチ1ヶ月で伸びてるんですよ。そして体重がですね、2900ぐらいだったのかな、生まれた時が2900だったのが、今は4600、1ヶ月で4600にまで増えました。早いですね。大きいわ、もう5キロだもんね。やっぱね、なんだろう、抱っことかするとそれなりに小さいには小さい。だけど、重いね。5キロ近くになると、やっぱり、生まれた時に抱っこした感じと比べると、やっぱり重いなっていうのと、まだね、帰ってきてから、本当に2日、3日ぐらいしか経ってないんですけど、結構もう腰、背中、肩甲骨あたり、来てますね。筋肉痛。抱き方を慣れてないからやっぱり結構筋肉痛になって、肩甲骨がね来てます。はい、というところで、本当に僕が、前回もね放送で言ったと思うんですけど、僕が生まれた時よりも大きく生まれているので、どんどん成長するんじゃないかなと期待しております。はい、で次ですね、ナッパさんからコメントいただきました。ありがとうございます。お帰りなさい、皆様ご無事で何よりですとコメントいただきました。ありがとうございます。いや、本当にそこにつきますね。もうなんだろう、ほら、お母さん、お母さんっていうか、まあ自分の奥さんね、まあ僕で言えばひいさんですけど、もう皆さん女性は命を懸けて出産に臨むわけじゃないですか。本当になんか命だけはという気持ちでね、はい、立ち会いも行きましたし、もちろんね、生まれてくる赤ちゃんも健康で無事にね生まれてきてくれっていう気持ちではありましたけど、もう何よりも2人ともね、命だけはっていう気持ちで、はい、立ち会いに臨み、立ち会い中も思い、またその後だよね、無事に生まれて一安心だけど、守らなきゃいけない存在っていうのか、なんていうのか、そこまでこう仰々しいものでもないんだけどさ、なんかこう、なんていうのかな、こういうの、なんかガラス細工みたいな、
なんか赤ちゃんってそんな感じじゃないですか。もうなんかすぐ壊れちゃいそうな、なんかそんなドキドキ感もあったので、やっぱり今がね、こう日さんはね、おかげさまで、特に何事もなく元気で帰ってきましたけど、でもちろんね、赤ちゃんも無事には帰ってきてくれたんだけど、ここからがね、どん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 動き出したりとか、いろんなものを口に入れたりとかしだすと思いますので、その辺もね、心配に心配を重ねながら子育てをしていこうかなと思っております。次行きましょう。 Twitter ではチャルサキさん、 YouTube では多分サキチャルさんですね、はい、コメントいただきました。ありがとうございます。お帰りなさい。新しい環境での3人生活スタートですね。ズボーパパヒーマンファイトです、ということでありがとうございます。いや本当にね、なんかこう、まあ、今までヒーさんと一緒にね過ごしてきて、それで3ヶ月間も一人だったわけじゃないですか。そこに、はい帰ってきましたって言ったら、もう3人、1人増えてるわけよ。1人増えてて、でやっぱり3ヶ月も1人でいたら、1人での生活にある程度慣れる部分があるんですけど、だから一気に2人増えて3人になるわけじゃないですか。なんかね、一番最初に思ったのは家が狭い。もうひーさんも思ったみたいなんだけど、家が狭いさ、たった1人小さい赤ん坊が増えるだけで、もうなんかね動きにくいんですよ。なので近いうちにちょっと引っ越す可能性が出てきましたね。もう少し広い家に、まあまだまだね、全然どの辺にとか計画され立ててないのでわかんないけど、とりあえずちょっと引っ越し早めようかみたいな、なんかもともと引っ越す予定というか、もう少しね大きくなる前には引っ越したいねみたいな話はしてたんだけど、ちょっともう前倒しで、もう今からでも探してった方がいいぐらいな、手狭な感じがしているので、もうそんな感じでいきたいと思ってます。はい、最後コメント読んでいきます。最後は、クッキーさんですね、ありがとうございます。お帰りなさい。大きくないですか、クッション。また配信などでゆっくりお話が聞けるといいな、無理はなさらずです、ということで、結構ね皆さんからですね、大きくなりましたねとか、大きいですねっていうコメントをたくさんいただいておりました。ありがとうございます。一番最初にね話した通りなんですけど、大きいです。そしてこれからどん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 大きくなるんだなって思うと、自分の体力をねつけ、もっとビルドアップし、はい、ジムにもね定期的にちゃんとまた通おうかなと考えていますが、果たしてそんな余裕があるのでしょうか。はい、ということで、赤ちゃんってこう泣いたりとかぐずったりするときって、結構こうよしよしみたいな感じで背中ポンポン叩いたりとかさ、なんかリズム取ったりとか、家の中歩いたりとかしてるけど、スクワットをするのがすごくいいみたいで、赤ちゃんを抱っこしたまま自分がスクワットをする、まあ、上下の揺れだよね、上下の揺れをするのがすごくいいみたいで、うちの子もそのスクワットをやるとすぐ泣き止んだりとか寝るんです。ただすげえ辛いんですよ、こっちは。やってるこっちはね、すごいね、足がパンパンだから、もう足だけで言えばもうすごいね筋トレしてます。はい、なのでそういうのもね楽しみながら子育てしていこうかなと思います。はい、ということで今回ですね、無事にひーさんも帰ってきましたよというところのお話でございました。またいろいろな内容でラジオ放送していこうかなと思いますが、皆様のリクエストを受け付けておりますので、こういう話をしてほしいとか、こういう質問があるよとかっていうのを送っていただけると嬉しいです。それではまた次の放送でお会いいたしましょう。